十年前の今日わしらの乗った客船が海難事故に遭い漂着した島に閉じ込められた今日は大切な日じゃばあやから渡すものがあるこれはわしらの故郷に代々伝わるものじゃ大事に持っておけなくすんでないぞ。 やが教えた童謡もきちんと覚えといておくれ「いつえの山の隠れ里」万が一のためにこの代々伝わる家宝をあなたに託すわ私のばあちゃんによるとこの家宝は遠い故郷から来たものよ。 お母さんは幼い頃に故郷を離れたからはっきりとは覚えていないの多分この童話がこの故郷のすべてを歌っているのかもしれないわ「無人の森に道二本」時が過ぎるのはあっという間じゃなわしも年を取った愛しの孫娘よ こっちへおいで <laughs> ずいぶん重たくなったのうもう一人前じゃこれが何か知っているか我が家の家宝じゃよばあやの先祖たちがこれを抱えてここへ来たそれを今同様とともにお前に託そう通り抜けるは川一筋 おーいさっきバあやからもらった贈り物見たかいバあやが言ってたこれは外の世界から来たものご先祖様が持ってきた家宝なんだそうだ童謡も一曲教えてもらったんだうーん確か「四方の三夜に響く牢章」 ここ数年満潮時の水位が高くなってきておる生活する場所が海面の上昇でなくなりそうじゃこのまま行ったら荷物をまとめて家族と共に高所へ今日移すしかないわいお母さんどうしたんだい 海面が上がってきたからとりあえずみんなを高いところへ避難させたわ家宝は家族を優先したから持ってくる余裕がなかったごめんなさい家宝は島の中央に残されてるわもし水が引いたらもしくは外から人が来れば見つけてくれるかもしれない